だ。何かに追われてるような気持ちだけが素晴らしい、うん、柔らかい風が吹きました。ありがとうございます。まあ結果最高の2人が参加してくれた。意味を探し続けてる。意味はないような気がした。何も変わらない日々に。よろしくお願いします。いや今回は本当にありがとう。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この度は本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あの、蔦屋さんアレンジで参加してる広大です。よろしくお願いします。座ってください。あと北海道に帰って山親父今日なんか微妙に暑くないですか。今日暑いです。作戦会議しながら進めていく感じで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ケレンミとして今までやってきたものっていうのはどちらかというとそのオーガニックなサウンドではなくて打ち込みとかがメインで、普段の自分のプロデュースワークでやらないようなというかことでいう縛りでやってきた。ケレンミとして今までやってないサウンドではあるけれども、むしろこれは新しいチャレンジをするなんかチャンスをいただいたなっていうふうに考えて、普段ちょっと聞いてないようなジャンルとかもいろいろ聞いて、ああこの人参考になるなっていうのを、まあ、広大と共有しながらね、はい、あの人なんだっけ、リジー・マッカル、マッカルズミ、まあ、リジー・マッカルズミ、はい、とかそういうのも聞きながら、うん、すごくこう輪郭のはっきりした音をこうしっかりこう配置してっていうのを2人ではやってきたんだけど、ちょっと違うね今回だから、ね、違いました、うん。ケレンミいつ もだいぶお声掛けいただいてやらせてもらってるんですけど、やっぱさっきおっしゃったみたいにいつもはっきりした音像でやることが多いんで、結構いつもとやってることと言ったら逆のことをやろうと してるわけで、それがなかなかどんの引き出しやって探ってる時間がすごい結構個人的にも長くて、もしもし、じゃあちょっと頭の方から出してみよう。はい、お願いします。何かに追われてるような気持ちだけが空回り、出口見つからなくて今日も追い風を待ち焦がれていた。そう。で、ここの全体的な雰囲気を、はい、今かなりあのエッジボイスとか使ったところすごく良くて、はい、そういうニュアンスを結構出していきたいと思ってるんで、はい、何かに追われてるような結構口をあんまり大きく開けない感じで、はい、ボソボソ言う感じの方がかっこいいと思うので、はい、その雰囲気って一回やってみようか。何かに追われてるような気持ちだけが空回り、出口見つからなくて今日も追い風待ち焦がれていた。めちゃくちゃいい、素晴らしい。一人より二人ならばどこまででも行けそうだ。遠い日の君の声優しく響いていた。今のめっちゃ良かった、聞きます。人が振り出して笑った偶然が書き出して回った運命が。 OK、ありがとうございます。暑い、こっちの部屋ちょっと暑いっすね。そうだね、エアコンちょっと入れてるんだけどもうちょっと強くしよう。なんかの感じが、うん、なんかここは結構イメージできてたんですけど、うん、サビの感じがもうちょっとなんか弱く歌ってもいいのかなって、うんうん、弱くていいと思う。あの元さんがこれから歌ってくれるので、うん、そう、あのいろいろやってる中で、うん、最初あの僕デモで結構元気歌っちゃってるんですけど、うん、結構優しめにというか、うん、あんまり張って歌う感じじゃないですね、うん。まあ、やりながらそうやちょっといいところ探していきましょう、一緒に。ララ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 
一番最初のデモ、高台に渡す前のデモですね。うん、やっぱけ今までケレミでやらせてもらった曲がある中で、思い切って言っちゃうと、僕が最初投げた音源って結構やっぱりはっきり しすぎちゃってるんですよ。そうです、最初に来たやつ、ニュー高台ってやつだな、はい、これか抜けがいいんだよね。そうですね、これはこれでかっこいいんですけど、うん、ちょっと80s っぽいっていうか、うん、ロマン飛行を思い出しますね、うん、ちょっと EDM 的なものを想起させるものを全部排除していくみたいな感じで、うん、まあ、こういうギターを足したりとかね、これあの最終的になるのと、さらにこっからさらに高台がいじってるんで違うんですけど、まあ、ベースこう生で弾いたんですよ、僕下手くそだけど、だから下手だからこんなに切ってるんですよ、めちゃくちゃ切ってるんですよ、めっちゃ切ってる、こんな聴いてる側としては、はい、まあ、もちろん綺麗にしてもらってるんであれなんですけど、ギターは意外とワンテイクみたいな、まあ、ハイハットも若干ルーム感がある、はい、ルーム感っていうのは部屋の広さをちゃんと感じられる、マイクを立てるときに、例えばこの音を取るときにここにマイク立てるんじゃなくて、それこそこういう離れたところに立ってるマイク、オンマイクとオフマイクって言うんですけど、このオフマイクが取ることで当然距離が出るから音の響き遅れますよね、少しね、遅れたものとオンマイクと足すことで部屋の広さを感じさせるのが、まあ、レコーディングのそういう、まあ、基本なんですけども、ドラム取ったりするときに、で打ち込みだけでやってるとどうしてもその生楽器だったり、あの部屋の雰囲気だったりとか、そういうダイナミクスがあの表現しにくいので、むしろその表現ができないことによってすごくこう生楽器じゃ出せない音圧だったり硬さだったりが出せるのが打ち込みのいいところなんですけども、今回はそれをまあ再現する部分と、まあ、今までやってきた2人でやってきたその硬さだったりとかね、その硬さというよりはそのなんか輪郭のはっきりした部分と融合させるので、まあ、短期間だけど結構そこを頑張りましたね、そうですね、うん、頑張っていくか、頑張りましょう。じゃあ元さんやってみましょうか、はい、でやってみましょう、はい、気づかれなくて今日も追い風持ち込んでいた、意味を探し続けてる、意味はないような気がした、何も変わらない日々に振り向かずにさよなら、完璧、ダブります、すげえ良かったです、とてもいいです。元さん、そちらの気温の状況はどうですか大丈夫そう、室温状況、はい、ちょっとやってみましょう、はい、でそこから作戦会議をします、はい、一度出してみます。人生は短すぎて流されるように消えてく、つかめないままこうしてる、感じたいよことをもっと、今だけ今を生きてる、あてもないような逃避行でどこまでも続きそうだ、すげえ、めっちゃいい、めっちゃいいわ、ちょっとあのちょっと作戦なかったです、めちゃくちゃいいですどこまでいけるかな、名前のない気持ちと世界は色づいてく、行き先の続きずっと、めっちゃいい、今の聞いてみますさっきなんか落書きしてませんでした女の子です。女の子ですか。俺の子供の時に似てるな。この、あ、主人公の子。はい、素敵。共感覚ってやつですね。うん、俺はこのしつこく送ったこのFM 音源っぽいシンセ。この音がすごく好きですよ。これ
もしてセラムだけど、これ同じ音色でフィルターを閉じてるか開いてるかだけの違いなんですよ。これとこれいいですね。このシンセが好きですかね。今までしなかった手法で、まあ、やってみてありやなって思ったのが、うん、はい結構切ってるんですよ、うん、もうこんな切るのかっていうぐらい切ってて、もう先ちょっと軽く鳴らしていただいてたドラムとかもう全部なんですけど、うん、こんな切っちゃっていいのかなって。これとかもスネアとかすごいきつい、ね、スネアとかあとはなんかラジオから聞いてるような、今回上を切ってそっちに歌っていう。そうですね、こんな切ることなかったんですけど、けどこれがすごい理想的な音色になったんで、最終的にその全体でまとまった時にだから発見もあり、でもこうやっぱちゃんとこういうスナッピーだけの聞いていただくと分かるんですけど、高台さんのこの細かい仕事スナッピーだけ、これボトムのマイクってのイメージでしょ、はい、これスネアのボディ、ボディで、これベーシック、はい、全部ちゃんとレイヤーされてるんですよ、4つ混ざってで立体感が出てるんですよ。でそれにさらに足してくれってことで、まあこのベーシック3をすいませんお願いしますってこう私がこれ足していただいてそれとこのループだね、はい、このループ、そうですね、これでちょっと広さが出るんで、はい、仕込みだからこそやっぱドラムのこの音色作りすごい時間かかる、ね、大変ですね。これちょっとわざとずらしたりとか、あ揃えずにとか、はい、あーメルハモはどこまででも行くよ、この1行目だけどこまで行けるかな、これだけあるんですよ、ちょっと高いですが、それだけを取りたいです、はい、じゃあ行きます、はい、優しく響いたどこまでいけるかな、名前完璧です、ダブります、横顔染めてた夕日を忘れることはないだろう、いいと思います、ダブります、お願いします。暑い寒い、あ適温です、大適温、はい、気温おじさんになっちゃった気温は気にするおじさん、気温ばっか聞く人みたいな暑い暑い寒い、うん、下で 2,3 本もらって、はい、上もなんかファルセットでいいんで、はい、なんかなんていうかな、これは個人が見えるというよりは人数感が欲しいだけなので、はい、あの地声とかあまり気にせず歌ってくれれば大丈夫です、はい、OK ダブります、多分これ誰にも確認しないで急に思いついたからこう投稿してるんですよ。まあいろんな理由があるんですけど、単純にいろんな人を知り合いたいなっていうところもあるし、新しい才能と出会いたいなっていうのもありますね。でも得意不得意がやっぱりアコギとかでもあって、やっぱ送ってくる人はみんな自信のある人が多いから、めちゃくちゃ上手い人が多いんですよ。シンガーソングライターっぽいギターの方が合うんですよ。さっきのベースも僕ぐらいが弾いた方が絶対にいいんですよ、この曲は。なんかそれも対応できそうだなっていうのは、まあ、なんとなく聞いたら分かるって言ったらあれですけど、でも良かった人全員覚えてるから、またどっかで いつか仕事したいなと思いますし、まあ僕も似たようなきっかけでご一緒させてもらって。そうだっけ、なんで高台と仕事してんだ俺は最初
いいアレンジできるいい若手いないかっていうので、まあ、フックアップしてもらってるんで、うん、僕は割と同じ立場なんで、それで言うとチャンスもらってる側なんで。時間が許すのであれば、うん、1サビの、うん、1サビ前の1行から、うん、1サビ の自分のメインのところ、うん、なんかもっと抜いた版やってみようか、やってみたいなっていうのは、うん、もちろん時間全然許します。早い。どうですか、本田さん。大事、いい感じです。いい感じですよ。めちゃくちゃいいですよ。じゃあ先にやってみよう。それでまだ聞いてて何かあればリクエストがあれば。あの日の君の声優しく響いていた。どこまで行けるかな。名前のない気持ちと世界は色づいてく。行き先の続きずっとたとえ歌方のように限りあってもどうしても移りゆく景色の全てを残らずに追いかけるだろう。ナイストライ。こっちの方がいいですね。めっちゃいいと思う。これ作戦を変えてこの優しさバージョンを真ん中に置いて、さっき取ってくれたダブル2本を高台にいじってもらってダブルのハモにします。はい、じゃあテンション高めのハモにして、はい、それで作ったらいい感じになる。いい感じだと思います、うん、はい、ありがとう、いいと思います。ありがとうございます。これすげえ良くなった。柔らかい風が吹きました。ありがとうございました。気温に気になったからさ、柔らかい風がちょうどいいから。ありがとうございます。はい、でもいい曲になったじゃないですか。よかった。本当にありがとう。すごく素晴らしい歌声で。お二人のおかげ。ありがとう。お二人ありがとうございました。ありがとうございました。これちょっと持ってってください。もう皆さんからしたらもう、だって今年48でしょ。俺は彼らぐらい、今彼らいくつですか。24とか、34とか、その頃の48歳って誰だろう。坂本龍一さんぐらいですね、俺にとって年齢差。どうしたらもんかなみたいな。とりあえずまず山親父あげるところから始めましたよね。まずはでもまあ何よりももう本当この短い期間でよくやってくれたなって思います。全力でやってくれたので、まあ、めちゃくちゃ嬉しいです。まあ結果最高の2人が参加してくれた。